まあ、ここはゴーストタウンって呼ばれてる場所ですね。まあ、その殺人犯が住んでた家とかも廃墟のまま取り残されてるみたいなんで。レンタルビデオ屋さんがあるよ。当時を感じさせますね。いや、この辺は本当時が止まったみたいですね。道がダムの中に続いてますね。これ本当は道路だったんだ。なんだこの光景は。うわぁ、どういう気持ちで6人をってお金を受け取ったのか。やばいやばい、なんか苦しくなってきた。だからなんか子供が走るような音。誰かいる？誰か。こんにちは、まめです。北海道心霊スポット旅6日目ということで、現在地は旭川です。このチャンネルはバイクで日本一周しながら心霊スポットを回るということをやってます。いや、旭川めちゃめちゃ都会でしたね。やっぱ人間が適度にいる方が落ち着きますね。なんかあまりに誰もいないとすごい孤独感を感じるというか、まあ、人混みとかねめちゃめちゃ嫌いですけど、やっぱ人は人がいないと生きていけないんですね。まあということで、これから向かう心霊スポットは北海道の夕張です。まあ、夕張って都市なんですけど、まあ、ここはゴーストタウンって呼ばれてる場所ですね。まあ、日本で唯一財政破綻した市なんですよね。もともと炭鉱業でめちゃめちゃ栄えてて、で多い時は10万人ぐらいが暮らしてたような都市なんですけど、まあ、炭鉱業が衰退してね、まあ、その後はね、いろいろと町を栄えさせようとしてたみたいなんですけど、まあ、どんどん衰退していって、結局市の借金が600億円を超えちゃったみたいで、でそれで2006年に財政破綻したってことらしいですね。でそれに伴ってどんどん人口も減っていって、今では当時の 94% ぐらいの人が町からいなくなっちゃったみたいで、まあ町はもう使われてない廃墟だらけみたいな感じらしいですね。まあそんな場所なんでね、心霊の噂とかも結構あって、で当時炭鉱では爆破事故もあって、まあ何十人って方が亡くなったみたいで、まあ、その他にもね有名な放火殺人があったりとか、まあその殺人犯が住んでた家とかも廃墟のまま取り残されてるみたいなんで、ここも心霊現象は期待できるんじゃないでしょうか。ちょっとまずはね、街のゴーストタウン具合をちょっと見てみたいので、あるうちに夕張に向かいます。ここから2時間半ぐらいですね。もう少しですね。すごいなんか雲の隙間から光が差し込んで、めちゃめちゃなんか神秘的な光景ですね。ようこそ夕張へ。まあ街は寂しい感じはありますけど、レンタルビデオ、すげえ、レンタルビデオ屋さんがあるよ。しかもやってるね。でビデオが並んでるもん、中に。これはレースビの湯、これはやってんのか。あ、やってないね。ホテルマウントレースイ。あー、ハイホテルですね。2020って書いてある。当面の間休業。マジででっけえな、こんなね。でっかくて良さそうな建物が一切使われてないって、なんかもったいないですね。うわー、中の観葉植物とか全部枯れてますね。ああ、スキー場ですね。うわー、すげえ。ほら、ホテルから直でスキー場まで行けるようになってるんですね。スキー場です。ほら、でっかい山。で、このハイホテルのすぐ横に廃駅がありますね。おー。JR 夕張駅。観光案内センター。あ、廃駅は今、こういう風に。あー、カフェみたいになってるんですね。あ、開いてないや。横はご飯屋さんかな。はあ、こんな感じで駅もなくなっちゃったんですね。はあ、この辺はまあでも廃墟なんだか人が住んでるのかちょっとよくわかんないですね。うわあ、この辺とかは結構当時を感じさせますね。南太平洋大ハード。あー、ハローワークがある。へー。うわ、こっちもすげー。全部廃墟ですね、これ。
おお、なんかヴィンテージカーみたいなのが、あれ売ったら高いんじゃないですか。でハローワークがありますね。駅止まった、ちゃんとやってる。夕張市役所です。いやこの辺は本当時が止まったみたいですね。まあ普通にやってます ね。ここで今財政を立て直すために頑張ってるんですね。で市役所のすぐ真横なんですけど、こっちは廃映画館ですね。ドレミの歌を再び、あの懐かしい愛と感動をあなたの胸に蘇る。へえ、すごい、取り壊さずに残してあるんですね。残してあるっていうか、取り壊すのにお金かかるから取り壊さないのかな。レストラン、市役所の真横ですからね。で市役所との建物となんか廊下で繋がってるんですね。まあ一部分はねすごいですけど、廃墟とか、まあ、街全体を見るとそんなゴーストタウンって感じじゃないですね。全然車もそこそこ通ってるし、でまあ人もポツポツいるし、お店もねそこそこやってるんで、まあ当時のねその10万人規模の街から比べたら、まあ相当な廃れ具合なのかもしれないですけど。あ、夕張メロン、そう夕張メロンで有名ですよね。ああ飯食ってこ、夕張駅でバリー屋台。あ、なんかいろいろあるんですね、多分中に何店舗も入ってんだ。あーいいですね。すごい、昭和時代にタイムスリップしたみたいです。ふう、食ったぜ。まあ、そしたらねちょっと明るいうちにもう一箇所行きたい場所があって、まあ、ダムなんですけど、町を沈めて作られたダムらしいんですよね。まあ建設中に人が亡くなったりして慰霊碑も建てられてるんですけど、であとね夕張保険金事件の現場もそこのダムに沈んでるらしいんですよね。まあそれがどんな事件だったかっていうと、会社の社長夫婦が火災保険と生命保険目当てに、まあ、従業員が働いてた建物に火をつけて、まあ、中にいた人たち6人を殺害したんですよね。でしかもその6人の中にはその従業員の子供とかもいて、まあ、なかなかむごい殺人だったんですけど、まあ、それでその社長夫婦は建物の火災保険と従業員の保険金で、まあ、合計1億何千万という金を受け取ったんですよね。まあ、実行犯はまた別の人で、まあ、それも従業員だったんですけど、まあ、自分が殺されるのを恐れてその従業員は自首して、まあ、全てが明るみになったんですけど、で結局その社長夫婦は2人とも死刑になったんですよね。まあそういうのも関係してすごい有名な事件になってるんですけど、そう、それでその実際に放火があった場所が今はダムの底なんですよね。まあそういうのもあって一応そこのダムも心霊スポットになってます。まあ街がね本当に沈んでる感じがわかるっぽいんで、ちょっと明るいうちに行ってみたいと思います。おお、しかしかしか、あ、びっくりした、びっくりした、ごめんね。ちっちゃい、はい。おお、見えてきた、見えてきた。うわー、マジすげえな。こんなでっけえダム、初めてかも。いやー、すげえな。なんかね、なんか違うな。俺が想像してたダムと違うな。ここなのか、本当にここが沈んだダムなのか、もっと先か。てか、これはなんだ、湖か、ダムか。で慰霊碑がこの奥に、あったあったあった、これですね慰霊碑、まあ、ダム建設で亡くなられた方の慰霊碑ですね。ダムに沈んだ大夕張。あ、ほらこれ道がダムの中に続いてますね。これ本当は道路だったんだ。うわー、
すげえ。でまあおそらくこの辺が町だったんでしょうね。うわー、すげえ。この辺りが橋だったんですね。いやー、なんだこの光景は。マジで神秘的ですね。ほら、なんかこういうところもアスファルトの基礎が残ってるんで、この辺も普通になんか建物が建てたんですよね。あ、これ道、普通のアスファルトの道なんですけど、はあ、こっからもうダムに沈んでますね。すげえ。何かの建物の跡ですね。この目の前が、本当は街が広がってたんですね。すげえ、このまま入ってみたくなる。ウィー。あー、突っ込みて、なんだこの衝動は。このまま湖に突っ込みたい。ダメだダメだ。いやー、すーげー。はあ、交通安全都市夕張市って書いてある。わお、ひえー、こわ。これはギリ通れるな。よしよしよし。っとっとっと。いや、ここはダメか。ここまでだな、バイクは。いやー、マジか。ダメだ。いけないな、もう。放火人現場は、もう水の底ですね。やばいやばい、暗くなってしまった。おーおー、シカ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 、でっかいでっかい。おー、立派な角。ああ、シカ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 。めちゃめちゃ道路横切るんですね。まあ、そしたらね、夕張にビジネスホテルを発見したんで、そこに向かいます。もう少しですね。夕張唯一のビジネスホテル。多分。じゃらんとかにも載ってなかったんで、電話予約しか受け付けてなかったんですけど、これだな。着きました。はぁ、あ、ちょっと、不気味な外観ですね。取れちゃってんね、もう。いろんなところが。すごい、結構あるんですね、部屋数。暗い、怖い。めっちゃ怖いぞ。なんだこの部屋。電気どこ？電気がない。めっちゃ怖いぞ、この部屋。ちょっと待って、めっちゃ怖い。電気は？ああ、信じられないぐらい怖いぞ、この部屋。なんだこれは。カレンダーは一応今年だね。すごい、なんだろう、雨漏りの跡ですかね。ブラウン管テレビに、壁は全部真っ黄色ですね。電気になぜか謎のティッシュがほじくり込まれてます。大丈夫、鏡の裏とかね、なんもないよね。で、お風呂もついてますね。この明かりはなんだ。ものすごい怖いぞ。こんな感じです。
もうなんだよこれ、カメムシじゃん。最悪だよ、マジ最悪。くそー、カメムシぶっ殺してやる。うん、マジやだ。何このホテル。何これ、この箱じゃないの。なんだこれ、なんだこれは。箱どこかあったって言って、マジ何なんこの部屋、マジで汚ね。何なんこれ、マジ汚ね。座りたくねえよ本当。電気の中はね、カメムシが這いずり回ってんすよね。何匹退治した、もう7、8匹退治したんですけどね。1匹どっか逃げちゃったし、どっかに言うよ多分。本当に本当に本当に最悪。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいたいと思います。いやー、さすがに夜になると車いないっすね、1台も。ちょっとゴーストタウン感が増しましたね。めちゃめちゃ鹿がいるんだけど、そこに。すごい、こんな街中に。はーい、ほらほら。まあ、それで今から向かうのが保険金放火殺人の主犯格の夫婦が住んでいた家です。おお、めちゃめちゃいっぱいいる。すげえな、ゴーストタウン。鹿の町になってるよ。そうで、事務所兼家みたいな感じらしいんで、犯人の夫婦が、まあ、ずっと過ごしていた場所ですよね。でも今は廃墟になって取り残されてるみたいですね。まあ、中とかは入らないんですけど、外から中の様子とか伺えそうなんで。でまあ、そこに行くと変な声が聞こえたりとか、人の姿が見えたりとか、そういうこともあるらしいんで、とりあえず心霊検証していきたいと思います。っていうか、ちょっともうあのホテルもういい、本当に嫌だ。何あれ、カメムシの巣じゃん。まあ言ってもね、夕張内であそこしか泊まれなかったんでね、しょうがないね。はあ、なんかめちゃめちゃ家に帰りたくなってきた。超ホームシック、早く家に帰りたい、暖かい家に。もうちょいですね、こっから辺から一気に恐ろしい道になりましたね。まあ、そのね、殺人犯の家っていうのも、その一角がもう周りが全部廃墟になってるらしいんで。あ、この橋、これは見たな YouTube で。橋を渡って、あー、これ廃墟ですね。おー、これも廃墟だ。よし、警察だ。警察する。よくこんな不審そうなやつ見逃しましたね。バイク止める位置変えるか。うわぁ、あ、そっちも廃墟なんだ。そしたらね、まあ殺人犯の家の前にガン付けしてもいいんですけど、まあちょっと道も細いんでね、歩いていきましょう、廃墟でも見ながら。それじゃあ向かいます。うわぁ、すげぇな。まあこれぞゴーストタウンって感じですね。でまあ多分動物の鳴き声だと思うんですけど、めちゃめちゃ恐ろしい鳴き声がするんですよね、さっきから。みぎゃーみたいな。こんな感じで、これ立ち入り禁止ですね。うわぁ、ほら、キープアウト。うわぁ、すげぇ。なぜここを立ち入り禁止にしてるんですかね。ここの本当、まあ、30メーターぐらいの距離なんですけど。うわぁ、全部廃墟ですね、奥まで。立派じゃないっすね。ね、窓からちょっとね、何かが覗いてそうでめちゃめちゃ怖いですよね、あれ隙間から。うわ、これなんだろう、謎の庭ですね。すごいなんか荒っぽい柵。めちゃめちゃ手作り感のある柵ですね。しかもかなり適当な柵。で窓とか全部ブルーシート貼られてますね、あっちは。
びっくりした。あれあれ、あ、俺が思ってた場所と違った。着いたわ。近い。めっちゃ近かった。はぁ、すっげえ鳥肌。やばい、ちょっと胸が苦しい。到着しました。保険金法人犯が使っていた事務所兼家ですね。うわぁ、ちょっと待って。これ、日高商事。クレジットの信用商事って書いてありますね。すいません。夜遅くにごめんなさい。まあ、こっちが多分会社側の入り口ですね。まあ、家用の入り口も反対側にあるってことなんで、まあ、ちょっと後で行ってみますけど、すごいですよね。どういう気持ちで6人を殺してお金を受け取ったのか。やばいやばい、なんか苦しくなってきた。窓は普通に割と綺麗ですね、周りの廃墟と比べると。あ、こっち側は全部窓ないですね。割れちゃってるわ。隣の、なんじゃこれ。あ、倉庫だったのか。倉庫みたいなのはすごい倒壊の仕方してますね。これも日高商事の倉庫なんですかね。感じ的には。その夫婦は、わざわざ従業員に火をつけさせたってことですからね。まあ、アリバイ作りとかなんですかね。ガサガサって。ちょっと回り込んでこれの奥行ってみましょうか。ね、その従業員が自首しなきゃ多分捕まってないですからね。恐ろしいですよね。それいつの、いつなんだろう。何年前なんだろう。昭和59年に事件が起きたみたいですね。なんか割と新しそうですけど、そんなことないよね。すげえな、もう今にもガシャーンって全部いっちゃいそうですね。うわ、こっちはもう廃墟なのか何なのかもわかんない。もう木のゴミになってますね。うわ、あれ不法投棄みたいになってんのかな、この辺は。あ、でさっきのの反対側に来ましたね。これキープアウトの。めっちゃ人の気配した。なんかここに来た時から人の気配みたいなの結構するんですよね。ちょっとね、さすがに。マジでやばいな。誰かいる？誰かいる？これなんだろう。小屋だ。はあ、こっちがひたすらに森ですね。ほんとこの一角。やばい。なんだ。ちょっと待って、熊だったらやばい。どうしよう。ああ、鹿だ。よかった。あれですかね、さっきからなんか感じたのは鹿ですかね。こ
のさ悲鳴みたいな何の鳴き声なの、ね、クマ来たらこんなキープアウトとか関係ないからね、ぶっちぎって逃げますよね。もうそう逃げちゃダメなんだよね、クマ出たら背を向けちゃアウトですからね。でこれが反対側ですね。こっちがこれですね、住居側の玄関がこれだ。で2階、ああさっきの多分住居側までもう見えてたのか、下から多分奥の方まで、結構奥の方まで見えてたんで、もう見えないですかね。これね、いきなり顔がわっとか出てきたらなんだろう、これもうすごい崩れてますね。人の声、なんか人の声してなかった、子供の声。まあ、いや、ちょっと正面側に戻ります。あ、動物かな、足音聞こえたけど、子供の喋り声みたいな聞こえない。バイクよし、そしたらもう一回正面回ります。やばい、黙ってるとマジ怖いな。いやー、もう廃墟は窓見ちゃうよね、めちゃめちゃ窓を見てしまう。ああ反対側はでっけえ川が流れてるんですね。あ、そっか、これがあれか、ダムまでつながってる川ですね多分。ちょっと人が走ろうとしない。なんか子供が走るような音、はあ、ちょっとじゃあビデオカメラ使いましょうか。ここは完全に吹き抜けてんだな、向こうまで。2階はこんな感じですね、全然見えないな。屋根まで剥がれてますね。でした、こっちか。なんだろうあれは、うん、もう何の音、はあ、で中はこんな感じですね、まあ、さっきも見たけどちょっとズームで、なんか窓に謎のマークが、落書きですかね。自分が幽霊になった時どこ行くかって考えると、なんか家に行きそうな感じもしますよね。すげえな、もう足元もぐっちゃぐちゃですね。お、びっくりした、ライトの影だった。反対の窓も取っときましょうか。日高商事。こっち側はあんま見えないですね。中でピキッていった。まあ木造なんでね、ピキッてまあ言うでしょうけど。そしたら最後スピリットボックス使っていきたいと思います。
こんばんは。夜遅くにすいません。よかったらお話できますか？ひろかさんですか？今もご夫婦で今いるんですかね？どうしてあのようなことをしたんですか？すいません、夜遅くに変な質問して申し訳ありません。ありがとうございました。失礼します。すいません、お邪魔しました。ありがとうございました。背中痛い、久々に背中痛い。急に今痛くなってきたな。なんだこれは、入ろうとしてんのか。やめてくれ。いや絶対足落としたよ。すいません、ありがとうございました。ひんなです。じゃあ帰りましょうか。マジで背中痛いな。お願い入らないで。いやあのホテル帰りたくねえ。マジ帰りたくねえ。明日札幌行くんすけど、もう今から札幌行こうかな。マジでやだ、あのカメムシハウスとか帰んの。はい、ということでゴーストタウン夕張でした。まあまあ想像よりはね、全然普通に人とかもいて、車とかも走ってたんで、まあゴーストタウンはちょっと言い過ぎかなって感じもしますけど、まあまあでもこういうところに廃墟とか普通にいっぱいあるもんな。ほら、まあまあそういうのも込みでゴーストタウンなんですかね。まあでも最後のあの一角はガチゴーストタウンでしたね。マジであそこは異様な空間でした。まあ何かの存在を感じましたね、あそこは。あーしか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 、おーでかい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 、ほら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 鹿の町ですね。はい、ということでこんな感じでまだまだ北海道旅続きますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。